足を止めれば誰ももいない人混みの中、恵みの糸を差し伸べみてもこれにすがる隙間もないような、ぬくもりはない、つらぎもない、その代わりに痛みがない、こんな居場所を望んでたのに、あなたのことを覚えた。そうですね。あのロックンロールも言うんやで。あ、はい。やん、練習するのはI love you とかね。はい。I love you。なんかな、見下されてる気が。いやいや。なんか俺にはマイコっていう可愛い彼女がおるけど、慎吾さんにはいないっしょみたいな。しょって誰に言ってんの？持ってないっすよ。なんかそういう感じをするんですけど。いや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 、それは気のせいなんですか？そうですね、そうですね、全然気のせいだと思うんですよ。なんでテンパってるんですか？どうしようか、間とか。え？じゃそんなんで、あれやで、舞子と結婚するとか幸せにしたいとか言うてますけど、ちょっとこの場でそういうのやめてもらえますか？そういうのは僕の夢は舞子を幸せにすることです。いや、そういうのやめてもらっていいですか？そういうの、いやいや、それはなんか俺がその伝えたい、なんで間接的に伝えるんですか？来てますけど、みたいな。勘弁してもらっていいですか？しもたーちゃうわ、お前。せやな。うん。俺もそういうのは自分の人に言うわ。そうですよね。うん、そうですね。なぁ、はい。せやな。まあ、そんなわけでですよ。あの、短い間でしたけども、ありがとうございました。最後、割とあなたを知るという歌で。まあ、こんな年になってますけども、相変わらずこうちょっとしたことですぐ大爆笑するし、さっきみたいにね、ちょっとしたことですぐ泣いてまうし、すぐ怒るし、まあ自分のこう生きていくコンセプトっていうのが、あの心豊かにっていうのが一つありまして、やっぱりそうやってあの一つ一つ自分の感情に向き合うっていうのはすごく面倒くさいことなんですけども、まあこれをやめたら結局俺じゃないなということで、はい、我ただたるを知るっていう歌で、その僕の人生のあの、まあ、生きていく上での答えみたいなのが最後のサビの方に出てきますんで、皆さんはどう思いますかということで、まあ、ありがとうね。何ができると言われれば胸を張りましょう。まあ、ハッピーに行きますか。はい。どれぐらいかいな。アルバムを手にした。
Thank you.